おはこんばんは、皆さん、どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、おはようございます。今日、今、撮影日からですね、まあ、9月に入ったばっかに撮影してるんですけども、私、ミッキー、ランニングを始めました。はい、ランニングです。ランニング。ガチですよ、ガチ。今日行ってきたのよ。でも、まあ、ダイエット動画、出まして、まあ、ダイエット動画を出たこと、あれさ、ダイエット動画でさ、久々にさ、体重計乗ったから、現在の体重がどんくらいかが分かったのよ。っていうので、やっぱちょっと、なんていうの、今までは、本当に体重のこと、お腹とか、そういうことを考えてダイエットをしてたんだけど、こう、ちょっとね、変わりまして、やっぱもう、まあ、18になって、やっぱ女性は特になのか、まあ、男性か、もうそれはわかんないけど、年を重ねていくにつれて、こう、どんどんこう、体が変わってくるじゃないですか。こう、よく。こうね、今までは感じなかったこととか、今までなかった、こう、ものとかができるようになったりとか、ね、あるじゃん。で、私ですね、便秘。朝から、汚い話で本当に申し訳ない。今言って思ったんだけど、本当にこれはもう本当ごめんなさい。ただちょっとこれは話さないと話辻褄が合わないというかね、説明できないから言うんだけど、便秘に悩まされてまして、でね、私ね、なんかね、まあ、ずっとこう座りっぱなしの引きこもってる。まあ、仕事はもうずっとデスクワークということで、立たないよね、あんまり。で、何時間もさ、ここで作業してるから、ってなると、なんかね、やっぱね、そういう部分で体調面になんか変なものが、なってきちゃって、で、何かっていうと、まあ、便秘もそうなんだけど、腸の動きが、悪くなってるというか、まあ、簡単に言うと、ガスですよね、ガス。が、溜まっちゃって、そう。それがね、最近すごい頻度でそうなってるの。もうガス溜まりですね。まあ、だから要は。要は、苦しい。苦しいの。出なくて苦しいの。そう。っていうので、なんていうの。だから、それで、まあ、それがなんでなるかというと、便秘なんだよ。そう。っていうのでね、やばいなと思って。このままだと本当に、私本当早死にするわと思って。わかんないけど、もう早死にがそこに繋がってくるのかわからないけど、なんかもう本当にちょっと何かを変えていかないと、本当なんか、後々、なっちゃってからじゃ遅いからと思って、今からやっぱできること何かなと思った時に、やっぱちょっと規則正しい生活を本当に心がけるというか、マジ規則正しい生活ラブっていう感じで、朝早く起きて、運動して、朝ごはんをちゃんと食べて、みたいなね、早寝早起き、3食ちゃんと取るみたいな、そういうことをちゃんとやろうと思ったの。今までちょっとダイエット始めた時は、食生活の見直しだったんだけども、そこはクリアしたというか、まあ、できたわけだから、っていうので、次はね、ちゃんとバランスの良い食生活、そしてバランスというか規則正しい生活、まあ、睡眠ですね。そういうのとかをこう心がけようと思って始めました。ランニング。はい。で、今日初めて行ってきたんですけども、まあ、行ってくるって特に何もね、こうするわけじゃないよ。別に走るだけなんだよ。で、起きたの今日ね、5時45分に起きれてさ、そう、昨日寝たのが、でも12時だったのかな ?12 時ぐらいになっちゃって、で、寝て、寝れたからよかったんだけど。で、寝れて、そうなのよ。これ、ランニング始めると思って、もう1週間前ぐらいからかな、もう、早寝早起きをできるだけしようと思ってやってたの。で、よし、じゃあそろそろもういいかなと思って、頃合いを見て、今日初めて行ったんですけども、6時ぐらいにま、出発したのよ。やっぱ支度してたら結構、時間経っちゃって。6時半ぐらいかな出てさ。で、ゴミ出しも行ってさ。いつもね、私は行けない、手伝えないっていうことで、でも、こう行けて、そう。行けて、ゴミ出してさ。んで、普通にこう、走って
行ったんですけど、やり方とかわかんないけども、こんな感じかなと思って走ったんだけど、あのね、今思えば初めてこう走ったなと思って。なんかちょっとね、やっぱ通勤通学の方にこう会うんで、ちょっと恥ずかしいというかね、なんか申し訳ないみたいな。いや、別に思わなくていいんだろうけど、なんかちょっとそういうなんか謎の罪悪感じゃないけど、そういうふうに、襲われながらも行ったわけですよ。で、海があるから、海まで行ったのね。そう。程よい、距離だから、走ってまず行ったんだけど、あのね、疲れるよ。やばかった。ほんと久々、まず何億年ぶりって感じに走ったんだけど、もう心とかも、もう、運動をしないからさ、苦しくて、もう、みたいな感じになってたんだけど、やっぱね、帰ってきて、行きは結構、早いペースで多分走ってて、で、帰りは結構もうその疲労が溜まってて、疲れちゃってたから、まあ、ちょっと走って、ちょっと休んでみたいな感じで、家まで帰ってきたんですけど、やっぱね、帰ってきて、で、その後、いろいろ海着いてから、ちょっと休憩したの。その時に調べてたら、やっぱね、帰った後は、すぐ本当は汗びっしょりだったから、お風呂入りたかったんだけど、お風呂は、30分間ぐらい、開けて入った方がいいみたいなのとか、ストレッチ。そう、ストレッチ。ランニング後の、クールダウンとかストレッチ。が、一番こう重要と、一番でもないけども重要っていうことで、で、それ見たから、ああ、じゃあもう、ちょっとやろうということで、30分間タイマーして、で、その間お風呂入らず、そのままの状態で、まあ汗は拭いてね、で、飲み物は飲んでたよ。その状態で、こう、ここでね、ストレッチをしたんですけど、14個。たまたま見た記事がすごい良くて、そう。このストレッチ、いろいろなところを動かすというかね、こうなんかやったりとか、寝転がってこうやってやったりとか、やってたんだけど、で、終わって、で、お風呂入って、出て、朝ごはん食べて、今なんですけど、で、もう編集してさ、一本終わらせてさ、そう、まあ、昨日のうちにカット編集が終わってたから、音楽とテロップとサムネ作ってアップするだけだから、まあ、そこまでかかんなかったんだけど、もう最高。もうこの段階でも、もうわかるでしょ、この生き生きとした人間らしい顔わかるでしょ。だからさ、いや、すごいなと思って、人間ってここまでも変わるんだっていう、一日だけですよ。一日だけなんですけど、楽しいの。ダイエット始めた時もそんな感じだったなと思い出した、今。うん、思い出したんだけど、そう。だってまだ11時だよ。そう、今11時6分なんだけど。11時6分に動画を撮影してますからね。だから、いいなと思って、本当に。で、私、もともと、インド派でもあったんだけど、YouTube に出会う前までは、ずっとボール持って外行ってたぐらいの子だったんですよ。そう。サッカーが好きでさ、そう、小学校高学年からずーっともサッカーブワーってもう、さらにやって。で、まあ、その前はバスケやってたんだけど、習ってたね、バスケは。だから、外でこう、そういう自分の好きなことをやるのはもともと好きだったから。で、サッカーなんて走るじゃないですか。っていうので、やっぱこう、走るの好きなんだなと思って。そう、知らなかったんだけど、まあ、サッカーやってた時はサッカーボールを追いかけて走るのが好きだったから、まあ、ないバージョンだよね、ランニングなんてさ。そう、だから、あ、走るの好きなんだなとか、なんかやっぱ、いいなっていうことでね、そう。そうっていうので、まあ、ランニングを始めたっていうことですね。もともとウォーキングにしようかなと思ってたんだけど、ウォーキングは、あんまり意味がないんじゃないけど、まあ、意味がないことはないんだろうけど、ウォーキングはね、別にやるからさ、そう。なんか今までと違うことやりたいってことでランニングにしたんですけど、いいよ。すごい。で、今日はなんかさ、秋らしいね。ちょっと朝だから涼しくて、そう、すごい程よく曇ってて、みたいな感じで。すごいね、清々しかったね。やばかった。めっちゃ綺麗だった。でさ、ついてさ、海の音聞いてさ、ザブーン、ザブーンってただ聞いてるだけですよ。最高と思って。あ、でさ、10分15分休んで、で、行こうってことで、また、ちょっとこう歩いてから走るみたいな、ちょっと体温めなきゃいけないみたいな感じで、まあ温まってんだけど、もうついてるから。なんだけど、まあちょっと歩いてたの、まだ疲れてたし。そしたらさ、ワンちゃん、
ね、朝だから、朝の海だからさ、みんなこう釣りしてたりとか、おじさんとか、あと、犬の散歩してたりとか、してたから、そしたら前から、リードしてないワンちゃん。うん。まあ、海でね、多分まあ人もこうあんま来ないからかな、わかんないけど、リードしてないワンちゃんが、おばさんの横にこう、飼い主さんなんでしょうね。こう歩いてて、こう向かってこうね、私とすれ違う感じになったの。いやー、ワンちゃん、あれ、リードしないとか思って。まあでも、たまにあるからさ、別に、まあ別に、そんなびっくりする光景でもないんだけど、言ってたらさ、ワンちゃんがさ、なんかこっち向かってめっちゃ笑顔で、ってこっちこう来て、めっちゃ、ミッキーに向かって、ってこう来て、おうおう、なんかね、ちっちゃいね、やつだった。ちっちゃいワンちゃんなんだけど、私なんか一人で、ってなりから、めっちゃこっち来るから、ってなんともできない、なんともできないんだけど、で、こっちさ、こっちさ、走り出そうとしてるからさ、なんかちょっと、もう、早く過ぎるみたいな感じになっちゃって、あーみたいな感じです。で、すれ違った瞬間に飼い主さんの方に行ってた。多分呼ばれたんだと思うんだけど。そう、すっごい可愛かった。え、可愛いと思って。なんか、一回すれ違ったんだけど、すれ違った、それ後ろままついてきたんだ。そう、ストーカーされたの。可愛くない？可愛いよね。あ、可愛いっていうことで。そしたら後ろに戻ってったんだけど。え、かわいいっつって、一人でなんか朝っぱらからニヤニヤしてる、海で。っていうので、そんな感じよ。だからまあ何が言いたかったかって、ランニング。今日の話はランニングを始めたよっていうことでね。まあまだ1日目なんでね。はい。で、これ話聞いたんだけど私は。あのね、習慣をつけたかったら、21日間やれば習慣になるんだって。そう。で、21日間って3週間じゃん ?3 週間。でね、なんか、3で、人間の細胞って変わるらしくて、そう。だから、要は生まれ変わるの、細胞が。で、だから、3日間、3週間、3ヶ月、3年、やるともう、習慣になるんだって。そう、だからまあ、一番いいのは3週間。21日間、その生活をずっとやってると習慣になるんだって。だから私がとりあえずまず目指す先は、3週間。まあ、もっと近くで言うと3日間ですね。まず3日間。まず3日間ですね。今日でしょ？ 1 日目、明日2日目、その次3日目ってことで、やっていこうかな。でね、なんかランニングはいろいろ調べたら、今も便利だよね。ほんとネットマジ便利って感じなんだけど、改めてネットの便利さが分かったんだけど、なんか、ランニングは、なんか1日おきがいいですみたいなのとか書いてあった。そう、ただとりあえず、1日おきでいいの？みたいな感じになったんだけど、でもとりあえずは3日やるっていうことで、はい。今日今水曜日なんですよ。撮影してるのは。っていうので、だから水曜日で1日、木、金ですね。ちょうどいいね。土曜日に重ならないっていうので。で、本当はね、もうちょいね、朝に行きたいんですよね。とりあえず、やっぱ、こう、気合入りすぎて、こう、やりすぎても、やっぱ飽き性だから、と思って、ね、もうさすがにさ、わかるじゃん、自分の性格が。っていうので、とりあえずまあ、6時で行っかっていうことで、今日は6時で行ったんだけど、もっと早くていいかなっていう、そう、通勤通学の方とかいろんな方がいるんで、そう。地元だからさ、同級生とか嫌だなっていうことでね。いや、YouTube で言ってるから、別にいやって感じなんだけど、でもだけ嫌じゃん。嫌じゃん、やっぱり。なんか一人の世界に入りたいから。そう。っていうのでね。まあ、そんな感じで、ミッキーはランニングを、始めたということでね。雨の日は筋トレにしようかなって思っております。まあ、これがどうなるのかわからないんですけど、もしかしたらこの動画がね、出てる時に、やめてるのかもしれないっていう、そういうことだから。そういうことじゃん。そういうことだよね。あるでしょ、でもそういう人。そう、だから。っていうので、まあ、とりあえず始めてます、今は。はい。あとね、やっぱサプリメントとか、プロテインとか、ちょっと飲みたいなって思ってる。うん。そう。あと、走った後のね、酸欠でなのか何なのか分かんないけど、頭痛が結構私、来てさ、帰ってきたら、あ、頭痛やばいなと思って。まあ、調べたら、ま、別になんか、みんなよく起こることだからよかったと思ったんだけど、まあ、多分酸欠か、水分不足か、糖分不足とかいろいろ書いてあったね。うん。まあ、わかんないけど。まあ、酸欠かなっていう感じでしたね、あの時は。はい。ということで、今はもうね、ほらもう私もお風呂入ってるしさ、で、それで今もう一本仕事終わらせてるから。
ねえ、もういいよ、ほんと、やっぱ。やっぱね、人間ね、動いてないとダメなんだなと思った、私。これをやっぱ通して。ダメになるのは簡単、ほんとに。やっぱ、なんか休みないとダメだなって思ってたんだけど、自分がね。やっぱなんかダラーンってする一日が必要とか思ってたけど、違うわって思って。違うわって思って。逆だなと思って。で、それをやるからこそ、もっとだらけてしまう癖がつくから、だらけ癖を私なくしたいと思って。だから、一日何かしらは絶対してるように目指します。はい。はい。ということでね。ちょっとこれ以上ちょっと喋るとまた20分くらいになるんでね。あ、いいんだけど。あ、そうそう、最後にさ、一個言うことあった。アンケートをコミュニティの方でね、うちのチャンネルで撮っててね、ご回答いただいた方、ありがとうございました。はい。ということで、だから、本日は、ランニングのお話でございました。そしてアンケートご協力してくださった皆さんありがとうございましたというお話でございました。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。いってらっしゃい。いってらっしゃい。秋だね。秋。今日も頑張ろう。おう。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。